今、20時54分。もう少ししたらチャビンさんが帰ってきます。これでお出迎えしようかなと思います。あと、もうそろそろしたら帰ってくると思うんですけど、ちょっと何時に帰ってくるかわからんから、今、お目あげました。で、ちょっとここに、カチューシャなんかしたりしちゃって。久しぶりに、このヨーダを出してみました。そしたら、動画がうまく撮れるかどうかわからないんですけど、よろしければ、このままご視聴ください。タブレットで、音楽聴いてました。もう私は夜のお薬を飲んでるんで、チャビンさんに早いこと帰ってもらわんと、眠くなるんですね。お腹も空いてくるし。もう一個ここに、赤色のカチューシャあったらいいんですけどね。あ、カチューシャじゃないわ。シュシュ。便利でした。今日はチャビンさんの帰りが遅いかもしれないんで、このまま待っとれるかどうか、ちょっと眠たくなってきました。今何時？21時7分。こんな感じで今頭に上げてます。そしてまたお腹が空いてきました。どうしよう。帰ってこんかもしれん。もう何時に帰ってくるんか分からんけど、このまま、ちょっとこれ取ります。せっかくかぶったのに。そしたら、どうしようかな。チャビさん、何時に帰ってくるか分からんけど、少し雑談しようかな。よろしければお付き合いください。おかえり。ラーメンこれ。ほんで肉じゃがこれ。これ。あ、これ。メニュー。書いてあるやろ。OK、ご飯がないやな。いつ見えとんか。どこから見えとんか。花やったっけ。5回ぐらい。ああ、そっかそっかそっか。漬物もあったっけ。漬物、温玉。温玉。久しぶりやろ。久しぶりや。これラーメン半分やん、1個。ほなもうまた半分食べたい。俺、一人前も食べてない。
カモ。な？カモンか。カモンじゃ。つるるこれ。なんてことすげえ、これ、ラッキー。あ、これ。これは案外良かったです。あ、またこれ持ってきたんだ、これ。食べへんのに。じゃあこれ、おっちゃんくれたの。これ。うん。まだ未来言うんや。大事件や、これ。どうすんや、これ。スープあるわ。何、煮込むボタンか。これ、ちょっと見せて。欲しい人おるかな。大事件や、もう、それ。これ、会社の人に。誰も知らん。なんでこれ、九州の。感じがわからへんねや。ピーナッツって言った。ピーナッツか。うん、マッツ一緒か、これ。ピーナッツ違うやん。黒砂糖豆、あ、豆やな。うん、ピーナッツやね。あ、粉じゃなかったらまだちゃうか。うん、九州名物、あれは黒砂糖。うん、うまいな。なんか私薬効いてきたから、ちょっとそこで休んだって。ああ、休み休み休み。もつ鍋、もつスープラーメン、もつ煮込みラーメン、もつ煮込みラーメン。ほんで、まあ、もつはもう入ってないの。もつはもう売り切れか。うん。いっぱいこっちこだな。うまいからな。肉じゃがは。肉汁があると米も効いたなんやな、これ。なんだってな。冷凍あるよ。いいか。うん。ゼリーの、あれ食べたいんや。なんで？ゼリー。ゼリー？うん。ゼリーのお菓子。ゼリー。その下にある。これが一番好きです。どうしよう、どうしようっていう時は、食べる時は。どうしようかな。うん、食べ。どうする？どうする？ちょっとやったら大丈夫。ちょっとやで。雨みたいだけど。ハサミどっか行ったから。ん？ハサミ。机の上にはないです。マジカルバナナ。連想ゲームじゃなくて、古今東西。これじゃ、古今東西。古今東西って何だっけ？今言う。今言う。関西の、人がわかるスーパーの名前。うん。じゃあ、わてから。うん。浜で。ライフ。反響アシス。紅葉。ダイエー。森田屋。関西行っちゃおうか。アルプラザ平和堂。マックスバリュー。マリアス。マリアス俺じゃ言うたんか。え？マリアス言うた。うん。
佐藤くん。阪急オアシス。言いました。言うてねえよ。わてが言いました。なんで？じゃあ、九、八、七、六、五。ダイエーやで。ダイエーも言いました。いいよ。ダム。まだある？ちなみにまだある？ちょっと待って。出てこんな。ちなみに、ある。あそこ、焼き鳥あるとこ。万代！万代な。な。あ、万代な。うん。あ、関西スーパーもあったな。本当や。ちょっと、あ、もう、どうしよう。すごく眠いんやけど。あ、もう一回これかぶって。それでは、短いですけど、そろそろ終わりにしたいと思います。本日も最後まで動画をご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。